中学校第1学年国語科言葉に出会うために野原は歌う声を届けるの動画です。今日の目当ては気に入った言葉に気持ちを込めて詩を音読しようです。皆さんは小学校の国語の授業でも詩の音読をしたことがありましたね。音読をするときにどんなことに気をつけたり工夫をしたりしましたか？音読をするときには言葉や文章の区切れに気をつけたり、間を取るところや長さ、読む速さや声の強弱、言葉の調子を工夫したりしたと思います。また、書かれている内容をよく読んで、思いや考えが伝わるように読むことも大切でしたね。今日の目当ては、気に入った言葉に気持ちを込めて詩を音読しようです。今日は詩に書かれた内容を想像し、味わいながら読むことを楽しんで音読しましょう。それでは、14ページから17ページまでの4つの詩を読みましょう。これから4つの詩を声に出して読んでみてください。読むときに、それぞれの生き物になったつもりで、気持ちを考えながら読みましょう。お家の人がいる場合は聞いてもらうといいですよ。では動画を止めて読んでみましょう。どうぞ。どうでしたか？それぞれの生き物の気持ちが想像できましたか？今度はそれぞれの詩をあと2回ずつ声に出して読みましょう。詩の生き物になったつもりでだんだん気持ちを込めて読むようにしましょう。では動画を止めてあと2回ずつ読んでみましょう。どうぞ。どうでしたか？生き物の気持ちが現れている表現を味わうことができましたか？また、あなたのお気に入りの詩はどの詩だったでしょうか？それでは、ノートに好きだなと思った詩を一つ選んで写しましょう。写したら、特に気に入った表現に印をつけ、気に入った理由も書きましょう。ノートに書くときには、まず学習した日付を書きましょう。詩を書き写すときには、1行ずつ開けて写すようにしましょう。写したら、気に入った表現に線を引いたり囲んだりしましょう。そして、音読した時の工夫も空いている行や余白に書いておきましょう。慌てず丁寧な字で書きましょう。動画を停止してください。気に入った詩を写し終えたら、特に気に入った表現について理由を書きましょう。動画を停止してください。今日の目当ては、気に入った言葉に気持ちを込めて詩を音読しようでした。詩の生き物になったつもりで音読し、お気に入りの表現を味わうことができましたか？ノートに今日の学習の振り返りを書きましょう。振り返りには、
学習を通して気づいたことや考えたこと、今日の学習で課題だと思ったこと、次の学習でやってみたいことなどを書き、学習の記録を残しましょう。